さあさあ駆り立てなさい。逃げた騎士、いいえ敗残の兵を、虫を踏みつぶすように見つけ次第殺すのよ。いい仕事よ、私の可愛い騎士たち。そうね、あなたが最後だもの。あら、いい顔ね。騎士としての矜持をかなぐり捨てて、どこまでも情けなく、ネズミのように、負け犬のように、よく逃げてくれたわ。そうよ、逃げ惑うあなたたちの舞台はあなたでおしまい。これから訪れるあなたの死を理解できた？私をそんな目で見るなんて不快だわ。いつ仕掛けてくるかと思っていたら、お楽しみの時間を邪魔するなんて無粋ね、あなた。生きていますか？これ以上彼らに命を奪われるものを見るのは不愉快でしたので、頂上です。すでに国を持っていない私をそのように呼ぶ必要はありません。あなた、戦いの最中に何を考えて。ほら、これを防ぐなんて、楽にあの世に旅立てたのに残念ね。国は滅んだんだし、騎士団作って私を狙うなんて面倒ごと、やめたらいかが？不意打ちなんて卑怯だと思いませんか？騎士の風上には置けません。カルラ騎士皇帝、イナ、カルラ、今日があなたの命日となることでしょう。またそれ？やっぱりあなたを殺すのはあなたの国を滅ぼすより面倒そうね。あの時徹底的に殺しておくべきだったわ、今日みたいに。黙りなさい！
今日こそは我が祖国の仇を討ちます。我が青原騎士団に命じます。彼らの軍勢を打ち倒しなさい。はっ、エリカ様の名にかけて。それなら私の可愛い騎士たち、乱入者を打ち倒しなさい。はっ、カルラ公国のために。さあ今日こそは死んでもらおうかしら。世界征服のためには邪魔になってきたことだしね。それはこちらのセリフです。傲慢な思想と共に死になさい。はあ、相変わらず剣筋が素直すぎるわ。訓練場にいるみたいね。戦いの最中に軽口など余裕ですね。このまま押せば私の勝ちは揺るぎません。はあ、私はともかく、私の可愛い騎士たちはさすがに連戦で疲れてるみたいね。ふん、はぁ、あ、私たちの信念が勝利を近づけているだけです。はっ、せーい。今日こそ倒して。今日は無理ね。まあすでに勝利した戦争で怪我するのもつまらないし、引き上げるわ。これは退却命令。待ちなさい。面倒だから待たないわ。そこの騎士とも言えないクズも次の戦場であったら殺してあげるから、その日まで怯えて過ごしなさい。追っても間に合わない。さすがと言うべきでしょうか。逃げ足の速い。エリカ様、カルラ軍は撤退を開始した模様です。このまま追撃いたしますか。いいえ、おとなしく引いたとは思えません。罠の可能性があります。一度引いて立て直しましょう。はっ、了解いたしました。それでそちらの御陣はいかがしましょう。我が青原騎士団は女性のみで構成されています。下男として幾人かは雇ってはいますが、国を滅ぼされたというのにあのカルラにぶしつけな視線を向けていましたよね。それだけに飽き足らず、天地さえ私にも。戦いの最中にそんな視線を向けてくるようなものはいりません。戦いの最中にエリカ様にそのような視線を向けるなんて、逆恨みされても面倒です。切ってしまいましょう。よしなさい。私たちが切るのは騎士のみ。その男はすでに騎士とは呼べません。行きましょう。はっ。
まがまがしい力を感じてきてみれば、その剣を使って何をするつもりだったのですか。あなたはすでにその魔剣に見入られた救えないものであるのは伝わってきます。騎士として誇れることではありません。不本意ですが、おとなしくしていれば食事くらいは与えてあげます。そうしてほしければ、まずは武器を捨てなさい。何をするつもりなのですか。いえ、これは攻撃されてる。なら倒される前に。これはひざまずきそうに体が熱くなって。エリカ様、貴様、構いません。そのままその男を切りなさい。こんな得体の知れない力を放置しては。そんなふざけた、何この強大な力は抵抗できない。